皆さんこんにちは。1979年に123万枚を売り上げた大ヒット曲、エーゲ海のテーマ見せられてって一世風靡をしたジュディ・オングさん。見せられては大ヒットし、両手を広げ歌う姿を真似する人が続出しましたね。若い人にはあまり知られていないかもしれませんが、女優や歌手として活躍していました。そんなジュディ・オングさんですが、最近ネットで検索をしてみると、現在、画像、死因などといった検索が多くなっているようです。その他にもジュディ・オングさんには娘さんがいるという噂もあるようです。そこで今回はジュディ・オングさんの死亡説の真相や、娘さんがいるという噂、家族との関係などと合わせて、歌手以外のまさかの才能についてもご紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。最初にジュディ・オングさんの簡単なプロフィールからご紹介します。名前、ジュディ・オング。生年月日、1950年1月24日出身地、台湾台北市。学歴、上智学国際学部卒業。職業、歌手、女優、版画家。ジュディ・オングさんは台湾出身ですが、2歳の時父親の仕事、米軍 GHQ 報道工作の関係で日本に来ています。小学校は東京中華学校に通っており、家庭教師もついて英語を習っていたんだとか。教育熱心なご両親のおかげで、ジュディ・オングさんは母国語である台湾語の他にも、日本語、英語、中国語、スペイン語、広東語の6カ国語を話せるのだといいます。他国にもかかわらず、子供に十分な教育を受けさせられる両親の経済力がすごいですね。1959年の9歳の頃に劇団ひまわりに入団すると、1961年には日米合作映画大津波で映画デビュー、1966年には星と恋したいで歌手デビューしました。1970年になると俳優として時代劇に出演。1972年に日中国交正常化を機に日本に帰化しています。ジュディ・オングさんの劇団入団には父親が大反対だったのだといいます。そんな父親との約束は芸能活動と学業の両立でした。ジュディ・オングさんの時代の芸能活動なんて父親には心配しかなかったでしょう。とはいえ、最後は娘の夢を許してくれたことから、やはり愛情を感じますね。ジュディ・オングさんも父親の思いに応えて、アメリカンスクール、上智大学と学業の方も怠りませんでした。そんなジュディ・オングさんといえば、やはり誰しもが女優や歌手のイメージが強いと思います。しかし、版画家としての一面も持っていたようです。6カ国語を話せるだけでもすごいと感じるのですが、それ以外にも芸術家としての才能を持っていたのです。版画家としてのキャリアは、棟方志功門下の菊池隆和さん、井上勝恵さんに1975年に師事したことから始まったそうです。木版画を学び、1993年に初の個展を開催したのを皮切りに、日本国内だけでなく台湾、ドイツ、フランスなど海外でも木版画展を開催しています。2003年には宇治の平等院鳳凰堂を版画にした鳳凰芸賞という作品が日展で入選したことで、2005年3月に平等院に奉納されています。歴史的な建造物に版画が奉納されることは、その建造物と一緒に今後の歴史を歩んでいくということですし、あまり想像できないことですよね。まさに歴史的な版画になったということです。ジュディ・オングさんのその他の版画の代表作には、店像、町屋、油屋、夏天涼風、琉球朱夏、新庄市場、祇園白川といったタイトルが付けられた作品があります。実際に版画を見た人の感想も、ジュディ・オングさんの才能に感服といったものばかりです。実際にジュディ・オングさんは若い頃から版画で様々な賞を獲得しており、日本版画院展や白日展では何度も版画で入賞をしていました。日本版画院は1952年に版画家の棟方志功さんの呼びかけで組織された団体で、白日展の母体の白日会も1923年に組織された歴史ある会となっています。そんな歴史ある団体や会の賞を受けているだけでも、ジュディ・オングさんの版画がどれだけ
素晴らしいものと評価されていることがわかりますね。ジュディ・オングさんの作品の特徴ですが、日本の風景がモデルになっているものが多いようです。彼女自身は台湾出身ですが、どこか日本に惹かれるものがあったのかもしれません。そんなジュディ・オングさんにはある大物俳優と交際していた過去があります。それはあの寺尾明さんです。寺尾明さんとジュディ・オングさんは長い間交際しており、結婚も意識されていましたが、寺尾明さんが結婚したら歌手を辞めて家庭に入ってほしいと強く望んだことや、ジュディ・オングさんが卵巣腫瘍を患ったことなどがきっかけに破局しています。その後、寺尾明さんはドラマ二丁目三番地でハン・ブンジャクさんと共演します。ハン・ブンジャクさんは歌手で俳優の萩原健一さんと付き合っていて半同棲状態だったものの、萩原さんが別の女性に気移りして破局。寺尾明さんとジュディ・オングさんの破局も同時期だったようです。ハン・ブンジャクさんと寺尾明さんは互いに恋人と別れ昇進だった頃にタイミングよく出会い、交際に発展しすぐに結婚に至ったそうです。一方でジュディ・オングさんですが、1992年に元商社マンで当時美術商をしていた鈴木博樹さんという男性と結婚されています。これはジュディ・オングさんが始めた木版画がきっかけだったのではないかと言われているようです。そしてその後、娘さんが誕生という噂が浮上していました。しかしこちらについて調べてみると、ジュディ・オングさんと鈴木博樹さんの間に子供は生まれていないようです。なのでジュディ・オングさんに娘がいるという情報はデマだったようですね。残念ながらその後の1998年に2人の結婚生活は5年でピリオドが打たれることになりました。多忙によるコミュニケーション不足だったようですが、鈴木博樹さんは一般人ですので生活スタイルや価値観にズレが生じてしまい、離婚に至ってしまったのかもしれませんね。さて、そんなジュディ・オングさんですが、テレビで見る機会が随分減ったように思います。芸能人はテレビで見る機会が少なくなるとしばしば死亡説が出ることがありますよね。これは最近テレビで見なくなったねという噂から始まっていき、それがいつの間にか話が大きくなってしまうパターンがほとんどです。テレビで見なくなったとしても、営業活動や舞台などテレビ以外での活動をしている芸能人は多いのですが、こういった噂が出てしまうのもいかがなものでしょうか。そしてそれはジュディ・オングさんも例外ではなかったようです。もちろんジュディ・オングさんにも死亡説が出回っていたようで、その内容というのは病気で亡くなったというものです。実際にこの噂はどうなのでしょうか。ジュディ・オングさんといえば、女優や魅せられての大ヒットなどで歌手として一世風靡をしています。かなり多くのテレビ番組に出演をし、長らく人々を魅了していました。華やかなテレビ界で活動していたことが多かったのですが、時代が流れるにつれて確かにテレビでお目にかかる機会は減っていきました。やはりテレビに出なくなったことが、こういった死亡説がささやかれる一つの引き金になったのだろうと考えられます。さらに、なぜ病気での死亡説なのでしょうか。それはジュディ・オングさんが21歳と36歳の時に卵巣の右腫で手術をしたことが噂の発端だと思われます。それだけでなく、ペットロス症候群などの話もあり、精神的に不安定な状況であるという話も多く聞きます。これら病気のことに加えて、テレビに出なくなってしまったことが噂を助長させ、病気での死亡説が出たのでしょう。芸能人には死亡説だけでなく病気の噂も出ることがしばしばあり、心ない人によって重い病気なのではないかと噂を立てられることも多いです。無責任な噂話をしてしまうことは誰でも失礼なことだと分かっているでしょうが、事情を知らない一般人だとついつい盛り上がってしまうのも事実ですよね。実際に調べてみると、版画家としての活動を続けられているので、病気死亡説は全くのガゼネタということになります。元気に活動していることが分かって安心しました。最初の旦那さんとは離婚しているジュディ・オングさんですが、現在は再婚して新しい家族はいるのでしょうか。調べてみると、現在のジュディ・オングさんは独身で、家族は愛犬とのことです。ジュディ・オングさんは子供の頃から犬を飼っていたのだといいます。なので犬と暮らす生活には慣れていたようです。
とはいえ、やはり様々な活動において忙しいと思われるジュディ・オングさんにペットの世話をする時間はあるのか気になりますね。ですが、ジュディ・オングさんが犬を飼い始めたのは50歳の時だったようです。全盛期だった芸能活動もちょうど今なら少し調整しながら働ける時期だったかもしれません。しかも愛犬のために3ヶ月の育休を取ったこともあるのだとか。それだけでなく、ドッグトレーナーから犬育ての方法を勉強させてもらったりしているそうです。そんなジュディ・オングさんの大切な愛犬はウエストハイランドホワイトテリアという犬種で、名前はパールちゃんと言います。まさに我が子のように可愛がっていた愛犬でしたが、悲しいことにパールちゃんは13歳の時に病気で他界してしまいます。先述した話にも出てきた通り、ペットロスに苦しんだジュディ・オングさんでしたが、その後同じ犬種のアイリスちゃんを飼い始めたことで元気を取り戻せたのだと言います。愛犬との別れは本当に辛いので、心を病んだり精神的に不安定になってしまうことも十分に考えることができますね。いかがだったでしょうか。今回はジュディ・オングさんの死亡説の真相や家族関係と合わせて、歌手以外のまさかの才能についてご紹介してきました。一世を風靡した歌手がまさか版画の世界でものすごい存在となっているのは本当に驚くべきことでしたね。確かにテレビなどで見る機会は減ってしまったものの、現在では YouTube などでも活動をされているようで、その活躍にはファンからも多くの声援が上がっているようです。ちなみに台湾で暮らしているジュディ・オングさんの母親は現在も健在だそうで、毎日テレビ電話をしているのだといいます。別々に暮らしていてもお互いが元気にしていることが何よりも一番ですね。死亡説という物騒な噂が多く出回ってしまうこともありますが、今後もお体に気をつけてその活躍を続けていってほしいものですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。